はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ3月の9日にね、診断が実装されることが決定しまして、今回は診断の中でも石津ギミックに注力して、まあざっくり解説と、まあどんなデッキ、どんなカードと相性がいいのかっていうのをお話ししていこうかなと思っております。石津ギミックね、まあ簡単に言うと、まあ、一言で言うとぶっ壊れ。はい、やってることかなりやばいんですよ。まあ、設計ミスとも言うべき、ギミックとなっているんですが、石津ギミック墓地小屋仕組みっていうのと、墓地メタ組みっていうのがいまして、こっちの墓地小屋仕組みはありえない量の、枚数墓地を肥やすカードで、墓地メタ組みであれば、相手または自分の墓地のカードをデッキ持てるんで墓地をガンメタできるっていう性能になっていまして、まあ、墓を守るデッキのはずなんですが、墓を荒らしていると言われております。はい、巷では、まあ、特にね、この墓地メタ組がやばくてね、墓地を頻繁に利用するようなデッキって、まあ、環境多いと思うんですよね。例えば残機とかね、ルーンとか、ああいうデッキはね、墓地ガンメタ刺さるんで、例えば超解除を打とうとしたらケルベックとか、ケルドとかムドラでバウンされるとかね、あとルーンの泉のドロー効果がケルドムドラで妨害されるみたいなのがあったりするんで、まあ、なかなかね、墓地を利用するデッキ、このギミックと対峙すると厳しいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、じゃあどういうね、ギミックなのかと、そもそも論、まずですね、石津ギミック、ケルベックとアギドっていうのが墓地小屋仕組みと言われていまして、発動条件は、手札デッキからカードが墓地を借りた場合という条件になっています。まあ、結構緩いですね。はい、で、ケルベックであれば、あ、これね、上の方のね、この手札の効果は相手のカードが相手の手札デッキから墓地へ送られた場合になっていまして、それから下の、効果が自分のデッキまたは手札からカードが墓地を送られた場合の効果になっています。ケルベックであれば特殊召喚して相手のモンスターをバウンするっていうシンプルに妨害効果になってるんで、これ汎用妨害札ですね。はい、で、アギドは特殊召喚して墓地から地属性レベル4の転属を特殊召喚できるんで、まあ、ランク4とか、リンクスワンにできるという感じですね。はい、で、この5枚墓地小屋子効果、これがまあやばくて、自分のデッキかまたは自分の手札からこのカードが墓地を送られると、5枚墓地壊せるんですね。で、まあ、一応ケルベクであれば、追加効果、幻明があると墓地から罠をセットできたり、アギドであれば幻明があるとさらに5枚墓地を壊したりできるという感じですね。はい、で、このね、例えばだからアギドだったら10枚ぐらい墓地壊せるんですよ、うまくいけばね、幻明があると。だから、まあ、芝刈りとかね打ってアギド落ちました、5枚墓地壊します、でさらに5枚墓地壊すみたい、墓地壊しますみたいな感じで、なんかいきなりなんかデッキの中30枚ぐらい墓地をくれるみたいなこともありえるわけですよね。はい、まあ、さすがに強いという感じで、墓地メタ組、こっちの墓地メタ組がね、まあ、とにかくやばい。手札から、天使地属性を捨てて手札から特殊召喚できるという効果があって、まあ、ケルドであれば、幻明系のカードをサーチできる。で、ムドラだったら、デッキから墓守りの罠っていう、なんかネクロバレーみたいな、罠があるんですけど、まあ、それを置ける。まあ、セットに置ける。だから、まあ、天気みたいな感じですね。はい。で、墓地メタ効果は、自分のフィールド上、または墓地のケルドかムドラを除外すると、墓地を3枚バウンスしてきます。幻明はあんまり採用しないと思うので、基本的にはね。なので、まあ、3枚バウンスになると思うんですけども、まあ、このね、ケルドとムドラのフリーチェーン、バウンスがマジでやばいです。はい、だからその墓地を利用するようなテーマは、まあ、こいつらが墓地送られて、まあ、世界終わると、まあ、そういうことですね。はい、なので石津ギミックが流行ったらマジでその墓地利用するデッキ使うのアドソンなんで、まあ、自分たちも石津使うしかないみたいな感じになるんですけども、じゃあね、この石津ギミックとどういうデッキが、まあ、相性いいのかっていう話をね、していこうかなと思っております。まあ僕がこれね、脳内で考えてきた、カードとかデッキなので、まあちょっと参考程度にね、ここからは聞いてほしいなと思うんですけども、まずデッキから直接カードを墓地へ送れる効果があるようなのは強いですね。まずやっぱ芝刈りですね。芝刈りはまあ当たり前に相性がいいですね。はい、アギドとか、ケルベクを墓地を送ってさらに墓地返しというのもできるし、ムドラとか、ケルドを墓地に置いておくということもできますからね。あと、同じような理由で、まあ、愚かな埋葬とかね、この辺も相性がいいですし、あとあれだな、光の援軍とかライトロードね、あの辺のカード、これはまあ墓地を肥やせるカードなんでね、デッキから直接、この辺は相性がいいのかなと思っています。あとはですね、カードで言うと手札を捨てるカードですね。
手札を墓地に送るような効果があるカード、例えば禁じられた人雫であるとか、あとサイバレットマイニングとか、それからまあ、あのノーパンクフォクシーチューンとかね、こういうなんか自分のデッキのギミックの中で手札を墓地に送れるみたいなあの効果があると、まあ、結構強いかなと思ってますね。はい、で、一番やばいのはこの辺だと思うんですけど、これ後で説明します。はい、で、デッキタイプですね。デッキタイプ、どんなデッキと相性がいいのかなっていう話なんですけども、まあ、基本的に今まで芝刈りが入っていたようなデッキで、かつ自分の手札から、カードを墓地へ送れたり、デッキからカードを墓地へ送れたりするデッキとは相性がいいと思います、基本的には。まあ、例えばシャドールとかね、まあ、効果で墓地へ送られた場合、効果起動できるモンスター死ぬほどいるんで、まあ、アギドとか、ケルベックで墓地を送った時に効果がめちゃくちゃ発動できるっていうのがあるんですよね。あと、シャドールで言うと、あのシキナガっていうモンスターが地属性 の、 あの融合を素材を要求してくるんですよ。で、ケルベックとか、アギドとか地属性なんで、一応普通に融合しても強いかなっていうのがあって、まあ、シャドールはね、シャドール型の石津シャドールみたいなデッキは、まあ、生まれてくるんじゃないかなと予想しています。はい、それからライトロードですね。ライトロードはさすがに、まあ、相性あまりにもいいと、ソーラーエクスチェンジとか、それから光の援軍でデッキから直接カードを叩き落とせるんですけども、ここでアギドとかケルベキが落ちると、まあ、宇宙が起きると、光の援軍でアギドとか、ケルベキが落ちると、なんか光の援軍1枚でカードをなんか13枚ぐらい墓地送れるみたいなことが起きるんで、さすがに強いということですね。まあ、メインギミックが墓地暮らしなんで、これ当たり前ですね。はい、まあ、白雪とかあの落とせたら、まあ、世界を終わらせる展開が見せれるんじゃないかなといったところ。それからこれ問題はね、ここですね。デクレアラ、これがめちゃくちゃ相性がいいと言われていて、これなんでかっていうと、バーミリオンデクレアラとか、まあ、グリーンデクレアラとかっていうのは、手札から転移速モンスターを捨てることによって、墓地を送ることによって、相手が発動したモンスターの効果とか魔法カードの効果とかトラップカードの効果とか無効にしてくるんですよ。無効にして破壊するよっていう効果なんですけども、転移速コストに要求してくるんで、これ全部ね、あのアギドとか、それからケルベックとか送れるんですね。だからバーミリオンデクレアラーのコストがコストになっていないという話がありまして、これがめちゃくちゃ強い。まあ、特にバーミリオンデクレアラーですね、これはね採用する人多くなるんじゃないかなと思いますね。はい、バーミリオンデクレアラーで、まあ、ケルベック、アギド、ケルド、ムドラ全部何落としても大体強いので、まあ、ここはねさすがに強力なギミックと出張パーツとしても優秀かもしれない。あとこれですね、直接デクレアディバイナーで墓地を送ることもできます。デッキエクサデッキから転移速モンスターが行った墓地を送るっていう方があるんで、一応、デクレアディバイナーでアギドとかケルベックを落とすと、それだけで5枚、6枚か、合計で墓地へ落とせるんで、カードをね。なので、まあ、シンプルに強いかなという感じですね。あとレベル6になるのも強くて、普通にバロネスとか出せるかもしれませんね、ここから。はい、でデッキタイプ他にはですね、デスペアとかね、これ天使族なんですよ。まあ、直接ね属性が関係してくるわけじゃないんですけど、あ、要はあの楽園融合で地属性モンスターを要求してくるわけじゃないから、あのルベリオンとかアルビオンが、なので、まあ、そこで直接相性がいいわけじゃないんですけど、このアルベルとか、あと、まあ、アドリビズムとかって天使族なんですよね。だから一応バーミニオンデクレアラーと、それから、まあ、石津ギミックを出張させるっていう動きができるかなと思ってて、まあ、ちょっとデッキ枚数がねパンパンになる気はしますけど、普通に相性はいいと思います。あとルベリオンのねコストで、ケルベックとかアギドとか落とせるんですよ。そうすると効果発動できるんでね。だから、そこで悲劇とか墓地を送られて効果発動できるみたいなこともあるから、まあ、悪くはないかなと思ってますね。はい、まあ、属性が直接絡んでくるわけじゃないですけど、それからですね、パンク、セリオンズあたりもそうですね。パンクセリオンズあたり、この辺はノーパンクフォクシーチューンが、手札を切る効果を持ってまして、まあ、セアミンとかからね動き出していくことになると思うんですけども、まあ、セアミンからフォクシーチューン持ってきて、フォクシーチューンで、まあ、アギドを捨てながら特殊召喚みたいなデッキからパンクをみたいな動きをするともう宇宙が始まるかなって感じ。はい、まあ、どっちかっていうと純正パンクよりかはセリオンズパンクの方に採用される気がするけど、カオスルーラーとかね、入ってるから、 G&T ヴァンパイアとか入ってるから、あの時はだから、まあ、そこにプラス天使族のギミックを使って墓地を壊していくんだよ。
ちょっとね、デッキワークがね、どうしてもパンパンになるっていうね、問題は抱えてるんですよ、全部のデッキが。だから、どこまで相性がいいかちょっとわかりません。ただ、まあ、脳内では、アルギロシステムとかを、アギトとかで落として回収するみたいな、セリオンズを。そういう動きができるんで、まあ、強そうな気は しますけど、ちょっとどうだかわかんないですね。はい。それから、岩石族のデッキですね、ブロックドラゴン一応送れるかなと、思ったんで、まあ、悪くはないかなとは思っています。まあ、ただね、岩石族って手札を墓地に送る効果を起動するのがちょっと難しいかなと思うので、その辺の相性がちょっとまだ分かんないですね。それからですね、アンデッド族は、まあ、墓地肥やしできれば強いデッキじゃないですか。だから相性悪くないかなと、個人的には思ってるんですが、まあ、そもそもメインギミックのユニゾンビ君が、フィールド上のモンスターのレベルを、操作するときに手札を1枚捨てることができるんですよ。だから手札に引いたアギドとか、ケルベックみたいなモンスターを墓地を送ることができるんですね。で、そいつらが墓地を送られるとまた墓地肥やせるんで、これ墓地肥やしを行った結果として例えば同波数らが落ちるとかね、それからまあ、目付きが落ちるとか、まあ、この辺は運ゲーになるけど、まあ、この辺のカードが落ちてさらに展開が伸びるっていうこともあり得るかなと。まあ、バンシー落ちてアンデッドワールド発動みたいなこともできるし、まあゾンビキャリア落ちて、チューナー特殊みたいなこともできるし、まあ、この辺は、墓地肥やしと相性がいいからっていう理由で、まあ、ゲミックがねパンパンになる可能性があるから、まあ、そこの辺がどうなるか分かんないですけど、まあ、選択肢としてはありなのかなというふうに思っております。で、今後の環境はどうなるかっていう話なんですけど、まあ、石津が流行ると墓地を利用するデッキっていうのは、まあ、途端に厳しくなるかなと思うんですよね。はい。なので、まあ、墓地を肥やさせないっていう対策が必要で、まあ、例えばディメンションアトラクターとかね、こういう、カードを実装できるような、フアンダリッツとか、エクソシスターとか、また強くなるかもしれません。まあ、石津をメタルにはね、石津を使うっていう、まあ、そういう話もあるので、石津は墓地を利用してくるデッキだから、まあ墓地をメタル必要があるから、だから石津には石津をぶつけろみたいな話があるんですよ。はい。なので、自分もね、石津が流行ると石津を使わざるを得ないみたいな状況になると思うんですよね。なのでぜひね、皆さんも石津ギミック何かデッキ1個作ってみていただきたい。ぜひね、こんなデッキも相性がいいと思いますみたいなのがあったら、コメントで教えていただけるととても参考になるんで、よろしくお願いいたします。正直この石津ギミックね、すぐ制限カードとか禁止カードになる気はしてるんですよ。なんでかっていうと、OCG とか TCG でも規制が厳しく入っていて、マスターデュエルでも、これなんでこっちを先に実装したかっていう話なんですけども、まあ、さっさと制限カードとか禁止カードにしたいんじゃないかなと思ってるんですよね、運営が。だから逆に言うと、使えるのは今のうちです。多分。なので、ぜひ皆さんもね、診断実装されたら、デッキ作ってみていただければなというふうに思っております。以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。